はい、どうもこんにちは、リゼルです。今回は安定して赤帯を維持する方法と、今赤帯だけどもっと上手くなりたいって人向けの動画になってます。赤帯になってくるとね、キランはやっぱ強くなってきて、立ち回りがねきつくなってくるのと、まあ、ノラでやってるとね、まあ、味方のランク差があったりとか、まあ、苦しい場面もね多いと思いますが、まあ、その中でどれだけそのランク帯、まあ、赤帯を維持できるかっていうのが鍵になってます。チェイスが一人だけねズバ抜けで上手かったりしても、まあ、キラー側はね追わないという選択もねやっぱされてくるので、まあ、全体の動きをどうやってコントロールするか、これをね考えながら試合していきましょう。でまずね最初に言っておくんですけど、これはね完全に個人の考えです。あくまで僕なりの考えということを覚えておいてください。今回見ていく動画は普段のライブ配信の切り抜きです。はい、前置きは長くなりましたが、一緒にね試合を見ながら解説していくので、よかったら最後まで見てください。じゃあ本編どうぞ。で今回のマップなんですけど、今回はねマクミランエステートのグローニングストアハウスということで、まあ、簡単なねマップの方を用意しました。赤色が固有で、青色のところが、まあ、板グルとかね、まあ、それジャングルとか、まあ、愛知の、まあ、ポジションですね。で緑色がね、ボロ小屋になってて、黄色のところがね鉄塔になってます。で、オレンジの丸のところが、ジェネレーター、まあ、発電機の位置ですね。で、紫のところが、まあ、固有とね、あのボロ小屋のところに紫色のね四角があると思うんですけど、ここはね、まあ、どっちかに、まあ、地下が湧くっていう風な感じで、まあ、振ってるので、よかったらこのマップも参考にしてみてください。はい、ということで解説の方をしていきたいと思います。先ほども言った通り、今回ねライブ配信の切り抜きを使ってるので、マイク音声の方は切らさせていただきました。はい、ということで今回つけていくパークは猫、セルフケア、絆、しなやかになってます。で、赤帯になってきたんで、まあ、そろそろねあのもうパークの説明は今いいかなということで、まあ、パークのね説明は割愛させてもらいます。おお、今のびっくりしたな。猫光ってない時に来たからびっくりしたな。大体ゴーストフェイスですね。で、この、ボロ小屋はね使うのもったいないので、これ一発もらってね、まあ、離れたいと思います。で、このマップは固有がめちゃくちゃ強くて、固有をね結構使ってチェイスするのがいいと思います。で、ここなんですけど、今ねちょっと解説を入れると、ここ今負傷ブーストでこっちに離れてきたんですけど、はい、ここですね。ここをしっかり頂点で見ましょう。頂点で見て追ってきてるか追ってきてないかっていうのを、まあ、しっかりとここでね目視して、キラーとのね、まあ、あの一発不意にもらうっていうことを避けましょう。はい、これ待ってる時にね、今ここから出てきたので、この窓枠を飛んでいきましょう。さあ、ここね固有めちゃくちゃ強いんで、本当にね固有は活用した方がいいと思います。どのマップでもね共通して言えることって、固有がね強いんですよね。固有が強いんで、まあ、固有をしっかり経由しながら、まあ、板もね節約して、まあ後半戦に、まあ、備えるって言ったのが一番いいと思います。逆にキラーやってる方は、固有側に逃げられた時にね、まあ、追うか追わないかの判断っていうのをしっかりした方がいいと思います。これジェネレーター回してて、一人アシュレイがチェス入ってますね。で、負傷してるアシュレイがね固有の中に来たんで、これはみんな逃げていくっていう感じかな。さあ、これザリーナが見つかっていく。で、一発殴られちゃうね。さあ、これしっかりとどこに行くかを見て離れていきましょう。予備動作がねめちゃくちゃ大事なんですよね。予備動作をね早くしたら、やっぱり一発もらうっていう確率も減るんで、まあ、あらかじめ、まあ、よく見て予備動作をしっかりとするっていうのを頭に入れておいてください。これルインないですね。あ、そこでチェイス入ってるね。さあ、これはダウンしちゃいそうだね。さあ、これダウンしてしまった。で、マクミランエステートはね、結構マクミランエステートのこのグローニングハウスっていうマップは結構固有の周りにね発電機が結構固まりやすいんで、まあ、なるべくねこう固有とかつけたいんですけど、固有はね結構チェイスポジションにしたいんで、固有の周りの発電機でいいんで、まあ、固有の周りの発電機を結構回していきたいですね。さあ、ここでイタチが入っていく。で、ここもね頂点でしっかり見て、こっち戻ってきてないのを確認して、まあ、救助に向かいます。
でね、救助は結構積極的に行った方がいいと思います。やっぱ救助ポイントって美味しいんで、救助ポイントは取りに行けるときは取りに行きましょう。さあ、これステイン隠してきてますね。で、これしっかりとエモートして、こっち来てるよっていうのをね、教えてあげれたら最高ですね。で、ここなんですけど、ここね、これ悪いところがあるんですよ。これ一発もらうんですけど、悪いところがあって、悪いところが、ここ、ここ止まってるんですけど、ここ止まってね、右左、こっちから来てるか、こっちから来てるかっていうのをしっかりと見て、まあ、三人称を生かしててね、ここまではいいんですけど、まあ、ここからね、これ、内側行って、インコース取って、内側行って窓枠飛んだらね、切られなかったと思うんですけど、これ僕膨らんでるんですよね。これはね、僕反省点ですね。はい、これ反省点。これもったいないですね。めちゃくちゃもったいない。結構ね、動画とか見て、自分の撮った動画とかね、プレイを見て、やっぱ復習するっていうのはね、よく僕もしてたんで、よかったらしてみてください。で、この板を倒した理由なんですけど、これもね、一応解説しておこうか。ここなんですけど、これ、丘の上からキラーさんが来て、降りてくるじゃないですか。で、この時にね、この岩のね、オブジェクトの高さっていうのをしっかりと見ましょう。で、今回のね、この岩繰りのオブジェクトって、背が高いじゃないですか。で、キラーがゴーストフェイスで身長が低いのが特徴的なんですけど、身長が低い場合の読み合いってもうほぼ無理なんですよね。ほぼ無理、無理なんで、ここはまあ速攻でダウンするよりかは、まあ、しっかりとね板を倒して、まだねチェイス時間を少しでも伸ばすっていう方がね絶対にいいんで、まあ、これはそういう板を倒しましたね。そういう意味で板を読み合い絶対無理なんで、これは板を倒して読み合いましょう。で、これ板を壊してるのを確認して離れていきます。さあ、次ここですね。で、このシーンなんですけど、このシーンはまずね、ここでステイン消したんですよね。ゴーストベースがステイン消したんで、これは奇襲もらいたくないんで、この頂点に行くのいいんですよね。この頂点に行って、で、ゴーストフェイス今目線分かりますかね。今板側見てるんですよね。板側見てサバイバーがいないなってなったら、次僕の方に来るんですよ。しかもこれアイアンウィルついてないんで、うめき声が出てるんですよね。うめき声が出てるんで、これステイン隠してるんで、バックステインとか全くやる必要ないんですよ。ステイン隠してるイコール心音が消えてるんで、まあ、板側にいないと思ったら僕の方にね、まっすぐ来るよ、まっすぐ来るということで、その読みでね、板の方に向かってます。はい、これまっすぐ来る読みで板の方に行って、これ倒します。で、これ心音があったらね、まだ倒さなくていいんですけど、まあ、今回ねゴーストベースで心音がないということで、まあ絶対読み合い、さっきも言ったのに無理なんで、ある程度のね読み合いしか無理なんですよね。で、そのなんか運要素でね接触したくないんで、まあ、これはねしっかりと倒して、まあ、延命しましたね。あ、こういう強いな。さあ、これしっかりとキラーがどっか行ったのを確認して、これはヒールに入るかな。じゃあこれヒール入りますね。で、奇襲系のキラーはね、レイスとかやっぱそうですけど、やっぱ奇襲系のキラーっていうのは不意に一発もらいやすいんで、回復できるタイミングで回復した方がいいですね。セルフケアがある人は特に、まあセルフケアがない人でも、まあ、仲間に回復してもらってもいいと思いますけど、やっぱねセルフケアの強いところっていちいちね、こう味方のところに行かなくていいっていうのがめちゃくちゃ強いんですよね。で、やっぱり上手いキラーさんになってくると、猫隠しっていって猫をね隠しながら光らせないように来て、一発奇襲を入れてダウンさせるっていう人もね結構ね少なくないんで、まあ、そういう意味でもね、回復はね、やっぱあそこの場面でする方がいいかなと思いますね。しかも今固有でチェイスしてたんで、どっちにしても発電機この回せなかったんで、これしっかり回復しました。で、これもしっかりと頂点で見て、これはね、これはキラーさんがうまかった。めちゃくちゃ。これね、何がうまかったかっていうと、これめちゃくちゃうまかったのが、ここの固有の裏で釣られてるんですよね。で、さっき破壊可能壁壊したんで、
こっち側救助の方にね発電機蹴ったら一回戻るかなと思ったんですよ。で発電機蹴ってこれね猫光ってないんですよね。この時点で猫光ってなくてステイン消してるんですよ今で。猫光ってなくて、あー救助どうしよっかなと思ってる時にね、これ猫隠してきてて、これ一瞬ここでね一瞬だけ見たんですよ。で俺やべっと思って、これ来るわと思って離れようとしたらもう遅かった。いやこれマジでうまかった。これ本当にね相手がうまかった。そうこういうことがあるんでね、やっぱ猫隠しとかしてくるキラーとかちょっと厄介っす。さあこれしなやかで離れて、でここで一旦回復していきましょう。でこれ回復してる理由は、発電機はね固有を起点にして周りで固まってるんですよ。固まってるんでこれはねしっかりヒールして、まずはねこう救助行こうかなと思ったんですけど、これ救助してくれてめちゃくちゃありがたかったけど、これボルタイがなかったんでダウンしてしまいました。で今あの丘のところ今ね一人回してると思うんですけど、あそこ回したいですね。でこれストライク警戒してるんで、まあ、これはしっかりとね回復終わった後に、まあ、発電機回そうかなって感じです。であそこでもうザリーナが起こしてるのが見えるんで、僕は発電機をやります。さあナイス回復で、これね後ろでチェイスが始まったかな。そうこれ後ろでチェイスが始まって、僕はねここでひたすら回してます。固有と固有の奥側にあるのと、このね固有の手前にあるこの丘のところをどれかをね1台回さないと、結局ね最終的には発電機が固まってきつくなるんで、まあ、ここはしっかりとね回していきます。でここやられたんで、これ救助待機入ります。どっちにしても今回せるところまで進行行ってなかったんで、これしっかり救助待機して、でこれね固有にこれね、ここなんですけど、ここね固有に2人いるんですよ。固有に2人いて、僕がここにいて、救助あの、ま救助待ちが1人いる。救助待ちっていうのは、まあ、フック釣られてる人が1人いて、これ固有の方に歩いていくんですよね。で固有の方に行ってほしくなかったんで、これは即救します。即救するけど、これ戻ってきませんでしたね。これね戻ってきたらね固有もね結構回せたんですけどね、まあ、結構それはやっぱり読み合いっていうか、それは状況によって変わってくるんで、まあ、でも即救でよかったと思います。でここのシーンなんですけど、このシーンねこれチェイス入るんですよ。チェイス入ってこれ前向いた時にアシュレイがいるんですよね。さっき救助したアシュレイがねボロ小屋にいるんで、これボロ小屋で絶対チェイスしちゃいけないんで、これは離れてます。これ絆の強いところだよね、ほんまにチェイス場所を選べるっていうのは、仲間の位置見えるから。でこれフェイントしたけど、ね、突っ込んできたんで離れたいと思います。でアシュレイがねあの刺してくれてボロ小屋から離れてくれたんで、僕はねボロ小屋を一回ちょっと経由してもう一回向こう側に戻ろうと思います。はい。でゴーストフェイスが諦めて向こう側に行ったん でここなんですけど、これ、ね、発電機はちょっと遅いというか、ペース的にちょっとまずいと思ったんで、ここはねもう回復せずに回してます。でこれ回してる理由なんですけど、固有側に3台発電機固まってて、あそこをね1台どれか回さなきゃいけないんですけど、とりあえずね台数を減らさないとね、やっぱりキラー側にもねプレッシャーかからずに余裕ができてしまうから、まあ、とりあえずここ回してます。でこれ回してる時に、ああ固有側の発電機全然回ってないから一回発電機見に行くかってなった時に、まあ、こっち側来てくれたらありがたいなっていうことで回してますね。ただやっぱ固有の方に行くけど、これ固有がついていく、これめちゃくちゃありがたい。ここで固有つけたのバカでかいです。でこれね救助どうしようかなって思ってますね今。でそこの発電機を蹴って、これね回復してるんですけど、これ回復してる理由は、回復して俺が救助行こうかなって思ったんですけど、これねゴーストフェイスさんがねこっち来ましたね。これ結構ありがたかったな、こっち来てくれたの。こっち来てくれることによってあれなんですよね、これマップの奥まで引っ張ってるんで、固有からできるだけ離れてるんですよチェイスも。なんでその救助もできるし、発電機もね向こう側安心して回せるんですよね。まあ、そういうので今回はねこの奥側に来ました。はい。でこれは間に合わないですね。で
しなやかで若干離れて、まあ、ここをねチェイスポジションにしようかなということで、まあ、こっちでチェイスしてます。で手前にはねあのザリーナがいたんで、ちょっとあそこではちょっとチェイスできないなということで、ちょっとボロガイの方に来させてもらいました。さあこれチェイスしてる時にザリーナはそこで隠密してますけど、まあぶっちゃけねこれはまあ他の発電機行ってもよかったかもしれないです。これ待っとくなら、まあでもそこを回してくれるんだったら全然 OK ですね。これチェイスしてるっていうのがやっと分かったん でこれステインが向こう側から来てるんで、こっちでもアンパイにザタをしていきます。そうでもこれ結局ね回せないんですよね、こっちでチェイスになっちゃうんで、どうしても。でザリーナが離れて僕はここ回復してます。でねこれね回復してる理由なんですけど、これねちょっとね難しい話すると、今ね発電機が手前に一つあったじゃないですか。で奥側に一つあるんですよ。で、もう一つがこういうの裏にあるんですけど、これねなんでここで回復して発電機回さなくて回復してるかっていうと、あのどうせ奥の発電機つくんですよ、ここで無理に発電機回さなくても。で今回ねゴーストベースということで、まあ、心音をなくした状態でこっち来れるんですよね。でどういうことかっていうと、この発電機をおとりにして、本命は奥の発電機なんですよ。本命は奥の発電機で、ここにザリーナがさっきいたんで、おそらくねアシュレイとナンシーちゃんかなが奥でね多分回してくれてると思うんですよ。なんでここはセルフケアをして発電機ねこっち回すんですけど、まあ、これはあくまで本命ではなくて、こっちに殺人鬼を来させるための、まあ、おとりの発電機、こっちに殺人鬼来たら奥側の発電機回せるじゃないですか、周回行かないんで。そういうのを狙ってまずねこれ安全にセルフケアしてます。でここで僕が倒れてしまうと何が起こるかっていうと、救助一人来なきゃいけないんですよ。で今回殺人鬼のパークでイタチが飛び出したがあるんで、またね発電機蹴られちゃうとまた交代してっていうのを繰り返して、だんだんね自利品になっていくんですよね。でポイントはナンシーちゃんとアシュレイがニツリニツリっていうことでリーチなんですよ。でここでどっちかが倒れてしまうと一人欠けちゃうんですよね。で作業効率が落ちるん で奥側で回して安全な場所で、ね、回してほしいんですよ。なんでこれはね絶対ダウンできないということで、ここでセルフケア挟んでます。まあ、さっきも言った通り本命じゃないんでね、こっちの発電機が、まあ、これ結構ね発電機手前の発電機結構回ってるんで、こちょいちょい見に来るんですよね。通電されたくないんで、やっぱりキラー側も。さあこれ回復して、これねおとりの発電機をね回したいと思います。これ絶対来るんですよ、もう回ってるんで、だいぶ発電機が。でこれしっかり角で待ちましょう。あでね、ここもポイントなんですけど、まあこれはねできる人だけでいいんですけど、さっきねこの頂点に来た時に、これわかるかな、ここね隙間作ってるんですよ僕、隙間で、この隙間からゴーストフェイスがどっちから来るかっていうのを見てます。これ今わかりましたかね、今通ったんですよ。でこれ見えるんで、ああいう隙間とかね、もし余裕がある人は作ってもいいかもしれないです。意外にステイン隠されても体本体が見えるんで、結構わかるんですよね、どっから来てるかっていうのが。さあこの発電機の交代を止めてこっちを回していきます。でまた来ましたね、はい、やっぱり来るな、回されたくないから。でこれでいいんですよね、こっち本命じゃないんですよ、何回も言いますけど何回もいいけど、こっち本命じゃないからこれでいいんですよね、ずっと無理に回さなくていい、ただ交代を止め続けるだけでいいっていう。ナイス、で奥側の発電機回りました、ね、さあこっからどうなるかですね。まずノーワンがあるかどうかっていうことで、でも負傷者が追われてるから多分ノーワンないんですよね。でこれ壁も行こうかなと思ったけど、これ間に合わんかったっすね、ラストだからね、助けたかったな。
で、アシュレイがね、ゲート開けてくれてるんで、これ肉壁いきます。スライト入らない。で、一回肉壁してくれたんで、これ、しなやかで、走って、間に合うかなと思ったんですけど、これ間に合わんかったっすね。いやー、さすがに近すぎたね、距離が。はい、ということで、ナンシーちゃん、これ終わりですね。救助2回と、発電機2台ぐらいかな、今回回したの。2台ちょっとぐらいかな、回したの。多分ゲージ的に。で、1回もダウンしてないんで、まあ、米はこれもらえますね、脱出したら。で、これゴーストベースの方を見ないように、セルフケアしてます。これしっかり回復して出た方がいいですね。途中で一発もらってもあれなんで。で、ここでね、離れなかった理由としては、血痕とかね、その足跡を見られたら、それを追ってこられたらね、無理なんで、もうここはね、視線を切って回復しました。はい、で、これで脱出かな。さあ、気になるお米の数は、いくつなんでしょうかということで、まあ、リザルト画面見ていきますか。はい、お疲れ様でした。赤帯でランクを上げるコツは、全体の動きをね、こう見て考えながら、まあ、行動することが大事になってくると思います。修理、救助、脱出、とりあえずね、これをね、できるだけしましょう。救助に行ったり修理をすることによってね、やっぱり自然にチェイスになったりするんで、まあ、そこまで別に自分からね、キラーの方にタゲを取りに行かなくてもね、大丈夫だと思います。で、変にいたしぶってね、ダウンしたり、固まってる発電機をね、負傷で無理して回して、まあ、その発電機が固まってる場所でダウンするっていうのが、まあ、一番ね、試合的に結構きつくなるんで、まあ、安全にね、立ち回った方がそういう時はいいと思います。あと、赤帯に行ったけど、そこからね、全然ね、ランクが上がらないっていう方は、まずね、普段自分がしてるプレイを見直してみて、まあ、何が良くてね、もう何がダメだったかっていうのを考えれたらね、今よりも絶対に上手くなると思うんで、よかったらしてみてください。はい、今回の動画が良かったと思う方は、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。ライブ配信もね、毎日夕方ぐらいからやってるんで、よかったら遊びに来てください。本日はここまでということで、また次回の動画で会いましょう。バイバイ。